さて、チュートリアルが全部終わったんで、ちょっとこちら辺をやっていこうかな。で、ここら辺は多分一回撮ったら、あとは録画には残さないと思います。多分召喚獣バトルぐらいかな。残すとしたら、ちょっと一回やってみよう。これもなんかチュートリアルっぽいよね。はい。特になんもないのか。なんもない。チュートリアルとかじゃないのこれ。違うのか。わお、クラウドが強いから、あの、全然楽に勝ててるけど、戦闘不能にならないコンプリート。俺は何をすればよかったんだろう。あ、見破るね。見破るをすればよかったのか。はあ、なるほど。見破ることでデータ収集するとバトルシミュレーターで敵の技が習得でき、ああ、なるほど。見破って、各地の敵を見破っていけば、これが増えていくのか。なるほどね。どっかに。あ、そう、見破ったエネミー16分の7だから、まだ足りない。そういうことか。グラスランドの解析。アイテム使用禁止。あ、回復2もらえる。3人。はい。わあ、こいつなんか抱きついてくるやつじゃない？ OK。え、ヒートしてる。早っ。こいつバーストするの早いけど。おお、倒した。クラウドがめっちゃ強いのか。これは何をすればよかったんだろう。まだいる敵が。あ、そうか、5000ね。5000やればいいのか。これをとりあえず倒して、違う、バーストした。危ない、ティファが。2戦目。これ ATB ゲージとかは引き継ぎかな。おお、回復した。危ない。危ない、ティファだった。よし。単純な攻撃しかしてないけど、あれが一番安全だよねとか言って、あ、こいつらよく見るやつ。4戦目か。こっち？お願い。空中だ、空中戦。よし、バーストした。祈りだ。こっちだ。回復できたな。違う。よし、最後かな、次。
つら、あ、あれか。あいつらだ。やばい。あ、やばい。ガードできてない。ガードできてなーい。あ、はね。空中回避。バーストした。やばー。やばー、こいつだ。祈りだー。バーストした。くらえー。これでとどめー。よし。ただもう私あのショートカット四角しか使えない病なんだけどつい四角押しちゃう。回復ゲットした。でこれあれか、グラスランドエリアのエンカウントエネミーが増えたらまた増えるのかな。あ、なんか解放条件の敵倒したら解放されるんだ。はい。わあ、出たー、あいつ。あいつだから、バイオラットからやっちゃいたいなー、できれば。あいつらなんか、暴れ出すからなー。チャクラで回復して、こいつ、これのネズミを、このネズミを、はい、よし、いけ。バーストしやすくなってる。ワイルドラン、こいつ倒せる。でブリザードチェイン暴走した。バーストキャプラ、よし、レベル上がった。ほんで多分もう一匹の解放条件のやつかな。わあ、いつものやつだ。手をかけ、やる、よし、落ち着いていく。よし、やっちゃう、お願い。よし、これでティファ ATB ゲージを貯めるんだ空中戦強すぎる。よし、おい、はい、攻撃。ファースト、あー、チャクラすればよかった。最後なんだ、あのゾウさん、あのゾウさん、あれかな、またブリザードチェインでいいのかな。毒液してくる、あいつ、あのヘビ、あー、ヘビじゃない、ネズミ。チャプラして、そこを回復。うーわ、どういう動き。うわー、めっちゃ狙ってきてんじゃん。来た、当ててくれー。こいつらを空中で、空中から落ちている。
よし、バーストした。ワイルドラン、うわー食らってる。いた、あ、やばい、追っかけてきてる。ブリザードチェーンは効かないのか。あ、大暴れしてる。あ、いいのか。いてつけ。違う。いた。うわー、ちょっと逃げないでよ。早く。誰が死にそうなの。クラウドか。チェインアビリティ、クラウド、クラウドチャクラしたから、連携 ATB を消費していくと使えるようになる。ここでイフリートを召喚してもらおう。え、イフリート、いけイフリートで。ファイヤーチェーンいける？よし。したら、クラウドをチャクラしてもらって、ティファはチェーンアビリティってなんだ？連携ゲージを貯められるアビリティ。強いじゃん。チェイスメイト使ってみようとりあえず使ってみよう。うわー強え、うわー強え。倒せ、そのまま。よしよし、くらえ。ファイヤーチェーン、いけ。あともうちょっとでバーストいけそう。焼き尽くせ、バーストした。リミット使えるな。サマーソルト、こいつも使える。ブラッドファンク、よっしゃー食らえもういない片付いたよし、なんとかだった。クリアー、先制攻撃取ったな。 ATB がすごい溜まりやすいマテリアだっけ。よし、召喚獣行くか。大丈夫かな。まあ。え？召喚獣、バトル構成、召喚獣に勝利することで、マテリアを入手することができる。各地にある召喚獣クリスタルを解析することで弱体化して戦うことができる。あ、なるほど。あ、これさ、え、これ弱体化させた方がいいんじゃないの？そんなことない？一回戦ってみる。一回戦ってダメだったら弱体化するか。はい。最強パーティーでもないから。
あー、ちょっと、え、結構食らうな。ストーンが。ちょっと遠距離。待って、あれはガードできないやつ。うわっ、どうすればいいの。ちょっと、うーん、攻撃できない。マウンティングクラッシュくる。声ぶん投げる、ぶん投げる。おお、なんかヒートしたぞ。ちょっと待ってね、レッド13でアビリティで見破るしとこ。こいつは弱点属性攻撃通過、ガードや回避、反撃、ヒート状態。弱点風、炎、ブリザード、サンダーは耐性がある。風属性持ってる人いたっけ。エアロチェーンやるじゃん。エアロチェーンしてくれ。あぶね。うわ、エアロチェーンしたんか、レッドサーティーン。もうレッドサーティーンで、レッドサーティーンで ATB ゲージを貯めて、待って、エアロチェーン当てられたのさっき。え、エアロチェーン当たった今。当たってなくない。ちょっともう一回やっていい。あ、やばい。アビリティ今なら当てられるんじゃ。よし、やっぱ当たってなかったんじゃ今まで。そう、レッドサーティーアビリティでエアロチェーンをしてくれ。え、なんか当たった今。ちゃんと当たったんか。あ、いや、なんかもうちょっとで。よし、バーストした。ブレイバー、ブレイバー、いやー、頑張れば倒せそうじゃない、これ。大地の怒りだってよ。これは逃げないといけないんじゃない。そういうわけでもない。あ、なんかすごいガード状態になってる。うわっ、それずるい。あれはどうすればいいんだろう。時間が経てば戻るのかな。そうでもない。大地の怒り値はどうすればいいわけ。大地の怒りゲージを、大地の守りをなくせばいいので、ね、オッケー。うわ、わかった。やばいやばい、やばい、来るじゃん。これはまずいんじゃないの。これは結構食らった。ティファーのヘアルラオウ、誰だ、誰が一番。落ち着いていけ。レッドサーティーにして、スターダストレイクラウド。うわ、これでチェインアビリティ、ユニオンライオネットってなんだ、使おう。リミット技レベルアップ、なんだって。いや、もうちょっとで、あ、やばい。
待て、ケアルラをクラウドにしてもらおう。で、ここからだよ。ありがとう。今だ。行くぞ。分かった。よし。レッドサーティー。じゃあ違うな。イフリート召喚しよう。腰を。イフリート頼んだぞ。そんでクラウドにしたい。変化をつけよう。消えせろ。高い。攻めろ攻めろ。いけ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 。で、ティファ。レッドサーティー、エアロチェインしといてくれ。いやーともうちょい、いやーここで、いや勝った、危ねえもう一回大地の守りみたいなされたらさ、めんどくさかったね。いや勝った勝った勝った、やったー、初めての召喚マテリアゲットできた。でこれ弱体化させるともっと弱くなるのか。なるほどね。タイタンの鎮圧、お見事でした。うん。大地を粉砕する攻撃。ちょっと今、胸圧、ノージルプシャー状態。と皆さんの旅をがっちりと支えてくれる。頼もしい仲間を手に入れましたね。うん、タイタン。やったー、これ。ここで手に入れるわけじゃない。もう手に入ってんだよね。とりあえず一個ずつは持ってるから、ちょっと置いとこうかな。ところでクラウドさん、はい、お願いしてあったエンシェントマターの調査は、あ、その後いかがでしょう。なんかね、ちょいちょい急かすつもりはありませんが、チャドリーがせかしてくんだよな。ずっと待ってますからね。そう、ずっと待ってて。よろしくお願いします。ずっと待っててくれ。これでちょっとマテリア、そしたら何してたっけ。何してたか覚えていない。あ、間違えた。違う。謎にスクショ取っちゃった。あ、そう、ここで、向こう側行けみたいな感じになったんだよね、こっちのあたり。だから、起動レポート5を、起動させるべきかな。召喚獣レポートに、これで本当は弱体化できる。ここら辺ね。あ、修理工場。まあちょっとそうだね、起動レポート5でも起動するか。6、よし、そうと決まれば。皆さん、どうか落ち着いて。こっちから行けるっけ。現在モンスター中継です。おー、こっち初めて行くね。なんか懐かしい曲流れてない。懐かしい曲流れてる。前作のエンディングじゃん。こっちあれか、ミトガルの方だからそんな気がしてきた。今戻れんのかな、アイテムある。ここもあれか、チョコボ使えんの。でもなんか BGM なんとなく変えたくないね。おお、結構広いぞ。鳥が飛んでいるぞ、あれ。敵か、あれ。あ、通信とあれか。あ、チョコボでも呼ぼっかな。チョコボの
色変えました。ティファ好きなんでティファ色にしたよ。ティファといえば黒と赤よね。匂いを感じた。あるぞそこに。てかウサギがいるね。なんかそのこいつらが隠してるお宝だよね。くえルビーを入手。お、通信塔を発見した。頼るね。いい調子、いい調子だ。そこいじらよろしくね。あれだね、なんかあの戦闘曲もこのままなんだ。やってやれ。俺が出てる。そこ消えろ。じゃあ当然の結果だ。あ、変わってた戦闘曲。さあここで初めての霧が周りにいっぱいある状態で通信塔を起動してみます。ポチッとな。おお、広がる。でふわーってなんのかな、霧が。対馬とかみたい。そうでもない。え、しかもなんか遠くない。なんていうか、この鉄塔の場所から考えるとなんか遠いところの目標ができた。絶対アイテムあるだろこの上。お、シンラボックスがあった。モーグリメダルか。あと一気に降りれる。雨嫌いだなって終わってたよね。これでもこっち側来たけど、ま、次ここ行くか。チョコボどこ行った。あ、いた。なんかチョコボの曲になったりさ、フィールドの曲のままだったりの違いがよくわかんないけど、なんかあんのかな。ここは登れない。基本的にここは行き止まりってことか。このなんかね、山みたいなの登れなさそうだもんね。あー、これ絶対ミッドから戻る方じゃん。